次 B の方に行きます。 B、ビール券を受け取っていた職員を B と呼びますが、 B は某総裁業者から昨年の8月と今年、昨年の8月と昨年12月の計2回ビール券を20枚ずつ受け取っていたというお話であります。この問題が発覚したきっかけは何ですか。中島総務部長、これも先ほど同様ですけども、西条管理センターの他の職員から所長への報告により発覚したものでございます。辻元議員、はっきり言われませんので、その時の状況をちょっとだけ言いたいと思いますが、間違ってたら言ってください。某葬儀会社の職員が B さんはいますかというふうに、西条管理センターにやってきました。職員は B は今年の4月で退職しましたと伝えました。葬儀会社の方は新しい技能長は誰ですかというふうに聞きましたところ、職員の方がこの方ですというふうにした。でこれ持ってきました。でこれは何ですかと、いつも渡していたものです。そんなものを受け取れません。そんなこと言わず受け取ってください。黙っていたらわからないじゃないですか。いつから渡していたんですか。もうだいぶになりますよ。もうだいぶになりますよ。2回と思いますか。中島総務部長、先ほど発覚した経緯を詳しく述べられましたけれども、おおむねその通りでございまして、それ以上のものではございません。はい、辻元議員ですからね。いやいや、だからもうだいぶになりますよということはですね、こんな2回ぐらいでもうだいぶになりますよとは言わないと思うんですよ。何年も前からだということだと思うんですね。で、この間ですね、その分水問題、雨漏りの問題と私物のパソコンを持ち込んでいたという問題など、いろんな問題が発覚をしましたけれども、その際もしくはそれ以前それ以後にも特定の業者から贈答品を受け取っているというような情報は総務部としては受けていませんでしたか。中島総務部長。総務長でございます。そういった贈答品、食物の贈答品を受け取ったとではないかという話はございました。そのために調査をいたしましたけれども、先ほど同様ですけれども、客観的事実として、記述したものはなかったということで、今に至っております。以上です。